頭が良くなる謎解き理科ドリル、問題46番の解説です。浮力の問題ですよね。浮力は分かんないっていう人も多いんですけども、こんな問題です。溶液中の物体は押しのけた液体の重さと同じだけの浮力を上向きに受けます。水の中に入ると体が浮いたり軽く感じるのはそのためです。今、重さ 240g の木片を水に入れると、図のように、その体積の 80% を水に沈めた状態で静止しました。この木片の体積を求めてみましょう。ただし、水1立方センチメートルあたりの重さは 1g ですという問題ですね。さて、この、木片が水に浮いてるわけですけども、これ空気中だとありえないですよね。手を離すと落ちていきますよね。ただ、水によって支えられて浮いてるということで、この時点で水が 240g の力でこの物体を支えているということがわかります。これは例えば机の上に物体を置いたら机が支えているわけですよね。これと同じことをこの水がやっているというふうに考えます。さて、浮いているイコール水に浮力で支えられていると。今 240g の物体とありましたから 240g の浮力を受けているということがわかります。で、つまりこの水中部分の体積が240立方センチメートルということがわかります。240立方センチの水を、押しのけた液体の重さと同じだけの浮力を受けるとありますから、240g 分の浮力を受けているということは、240g 分、つまり体積にして240立方センチメートルの、水を押しのけたと。で、これが全体の 80% に当たると。ということは、80%、これが、丸4だとしたら、残りは 20% で丸1ですよね。そうすると、丸4が240立方センチメートルなので、丸1が60立方センチメートル。全体の体積は丸5で300立方センチメートル。ということになります。で、浮力なんですけども、考え方としては、押しのけられた人の気持ちになるとすぐわかると。つまり、240立方センチ押しのけられた人たちが押し返してくるというふうに考えるわけですよね。ここは、この物体が入ってくるまでは、水さんたちが平和に暮らしてたわけですよ。そこにこの物体が押しのけて入ってきたから、出ていけということで押し返してくると。240g で押し返されてるってことは、240人押しのけたということがわかるというふうにイメージするとわかりやすいと思います。